この動画では、イエンゼンの不等式について解説します。イエンゼンの不等式は、凸関数を使った不等式です。下に凸の関数について、P と Q で内分することを考えます。 ざっくりと言うと、イエンゼンの不等式は、直線が曲線より上に来ることを示しています。イエンゼンの不等式は、情報系の分野では、ダイバージェンスの非不正に使われたり、バギングなどのアンサンブル学習の手法の根拠になっています。イントロとして、エントロピーやイエンゼンの不等式に関連するものとして、 はかりとコインのパズルを紹介します。はかりとコインのパズルは、例えば12個のコインのうち、1つが他より重い場合。はかりを使って何回の測定で見つけられるか、というものです。ここでは、6個ずつはかりに乗せると、どちらかに傾きますから。エントロピー、つまり偽金の見つけやすさは、このように減少します。 イエンゼンの不等式の点からは測定が進むにつれて測れる平均の値の数が増えるということです。このことをイエンゼンの不等式で書くとこうなります。イエンゼンの不等式は計算の仕方、順序によって両辺の値が変わるということを意味しており、例えば機械学習での EM アルゴリズムなどの重要なベースになっています。 ここからは、こちらの順序に沿って、小春が解説します。七で、熱力学による証明をします。後半で、サイキットラーンの話をします。それでは、どうぞ。 イエンゼンの不等式について解説します。インンゼンは1905年に「凸関数と平均値間の不等式」という論文を発表しましたあえて雑に言うと下に凸の関数では算術平均は幾何平均より大きくなります。 イエンゼンの不等式は一見シンプルですが、応用としてアンサンブル学習のバギングや EM アルゴリズムの土台になっています。また、情報エントロピー関数は上に突性がある、損失関数は下に凸であることはイエンゼンの不等式の重要な応用です。イエンゼンの不等式は関数の突成に関する不等式ですが、アンサンブル学習の根拠、 にもなっています。炎前の不等式はこのようになります。バギングでは、計算内容を左辺から右辺へ変更します。モデルに多様性がないとき、統合が成立するときは、バギングの効果はありません。 現前の不等式を平均二乗誤差からもう少し簡単に書いてみます。E は期待値です。誤差関数を入れて書き直します。左辺の平均を取った後の二乗誤差は右辺の二乗誤差を取った後の平均より小さくなります。さらに G を誤差関数 E を期待値として書き換えます。さらに H、X、 にぎりのモデル関数として書き換えます。ブートストラップした個々のデータのグループの平均を知っている方が全体の平均しか知らない場合よりも誤差関数による損失が減るということになります。このことはアンサンブル学習の論拠になっています。イエンゼンの不等式の証明をします。 ここでは、下に凸であるログ関数を見てみます。下に凸の曲線について、X 軸上に、X1 と X2 を取ります。X1 から X2 との直線を P と Q に内分します。P たす Q は1なので、両辺を1で割ります。両辺を Y 軸の値に対応させます。 左辺はログ曲線の y、右辺は x1 と x2 を結んだ直線の y に対応します。そのため、左辺は右辺より小さくなります。イエンゼンの不等式の機械学習への応用にバギングがあります。平均を取った後に誤差を取るアンサンブル手法のバキングについて図を書くとこうなります。 ここでは、12個ある全体のデータから、それぞれ4個のデータをランダムにサンプリングします。そして、個々のデータグループに機械学習のアルゴリズムを適用します。確率分布が均質でなければ、モデル A、B、C は多様になるので、全体の性能は上がります。誤差関数が下に凸である場合、 現前の不等式が成り立つことを見てみましょう。確率変数が P1 と P2 の2つしかないとします。P1 と P2 で X1 から X2 への距離を内分します。これは X の数が N 以上になっても成り立ちます。 誤差関数が下に凸である限り、イエンゼンの不等式が成り立つことになります。イエンゼンの不等式の証明を熱力学の法則を使ってみます。ここでは、上の簡単にした式を考えます。熱力学的に考えるため、熱ダメ C が稽古あるとします。それぞれの熱ダメに、 温度 t が設定されています。ケイの熱ダメが熱平行したとき、左のような式が成り立ちます。また、熱平行後のエントロピーは増加することから、左のような式も成立します。 先ほどの式を整理してみます。1番目の式を3番目の式に代入できます。右辺は個々の平均を知っている場合、 左辺は全体の平均しか知らない場合です。エントロピーは個々の平均を知っている場合の方が小さくなります。イエンゼンの不等式は EM アルゴリズムにも適用することができます。左のようなログ関数を考えます。 この関数は上に凸なので、このような不等式になります。期待値を取った後に最大値を求めることで、関数を上に登っていくことができます。E は期待値を取るステップ、M は最大値を取るステップです。 上の図はワインのデータセットを決定義とバギングで学習、予測した結果を比較したものです。先ほどのエンゼンの不等式を書いてみます。一般に第2法則から物事は右辺から左辺へ移ろいやすいですが、バギングは逆に左辺から右辺へ移行します。P はモデルごとにブートストラップ、サンプリングしたデータです。H は適用するモデルです。 さらにラムダをつけて複数のモデルからの予測を統合して最終予測を出力します。上の図からも分類境界が滑らかになっていることからバギングによって性能が上がっていることがわかります。以上、炎前の不等式とアンサンブル学習の解説をしました。ご視聴ありがとうございました。